金子先生、まあ、だいぶ3杯目ぐらいになってましてですね、ほろ酔いっていう感じで、まあ、まあ、どんどん行きますからね、この先生はね。皆さんお聞きしたいのが、小室の圭君についてぶっちゃけていただきたいですと、皇室存続のために、女性宮家の可能性も残したくても、やはり危ないのではという気がします。あのような不穏な男、括弧刑を確実にシャットアウトするためには何が必要と考えますか？制度、教育というご質問です。結構重たいですけど、まあこれもう雑誌ネタみたいなもんですから、まあさらりという感じでよろしく、お立場を揺るがさない限り。だからまあ正直言うと、もういろんな次元があると思うんだけど、究極的その皇室云々の話を別にして、はい、付き合ってしまった2人をどうしたらいいのっていう話で、はい、ある人が言ってたけど、それはもう一番ある意味では結構一つの案だなとは思うのは、その三島の文学の話じゃないけど、あの春の雪の話があるじゃない、はいはいはい、で、あれ結局宮様の婚約相手の綾倉さと子が松ヶ谷清明と年頃になってしまって、どう始末をつけましたかっていう話で、出家されるという、はい、まあオチになってますわけですよね。だからまあ多分前近代であればそういう落とし前のつけ方になるんだろうと思いますよね、だから小室圭君なる人はなんかいなかったことになって、で眞子内親王殿下は落職されると、まあそう言って、なんかこうとは言いながら、こうなんかこう物語の世界では悲恋のなんか身分違いの恋みたいな話になるんでしょう。で、それが何百年経つと美しい話だみたいな話になるわけですけど、まあ現代大衆社会においてそのパターンは無理なので、はい、まあどうなるんでしょうかというところでしょうね。で、まあ、ご自覚、で、結局、最終的にはもうこればっかりは誰かが強制的に別れさせるっていうのは無理な話で、秋篠宮殿下もそのもう憲法上は結婚は自由だと、両性の合意だけでと書いておっしゃってるので、でまあこれはもうどうしようも止められないんじゃないかなという感じはしますよね。私もそう思いますね。でだからまあただだから結局そう究極的に言うと、ただその小室氏もそうでは置いておいて、まあ結局眞子内親王殿下のそのご自覚の問題でなんですけど、ご自覚の問題をこう自覚しろというふうに誰も強制できないので、でもお好きになってしまって、もう多分あの理性とか是非善悪の世界ではないのが多分男女の恋愛なので、だからそもそも男女の恋愛っていうのはそういう社会に対してはリスク要因であるっていうところ。おお、なるほど。だから結局それはリスク要因っていうとあれだけど、緊張関係を潜在的にはらむものだっていうことなんでしょうね。それは性愛っていうものの、あの持って回るもんじゃないのかな。ということは大衆がその是非を決めるであるとかっていうのは、先ほどおっしゃったような共同体の国体っていうものの誤字には寄与しているものの、悪く働く場合がこれはあるのではなかろうかと。おせっかい、つまり、余計なこと言うなっていう、そういう話にもなりかねない、まあ、そういう感覚もありますよね。ただまあ個人的な好き嫌いで言うと、小室の圭さんみたいな人は、やだですよ、やだですよ、私はあまりは好きではないので、ただまあ、眞子内親王殿下がお選びになったので、まあそこは止めようがないだろうとは思いますね。で、さっきのその男女の性愛っていうのが、いやまあ、もっと
直接的に言うと男女だけじゃなくて、LGBT を考慮すればですね、性愛っていうものはやっぱり社会の秩序とは緊張、潜在的には緊張感を持つものであるっていうことをみんな忘れたい方がいいと思うってことですよね。それはさ、要するに小川栄太郎的な話に近づいてくるかと思うんですけど、僕も基本的にはその緊張関係必要だと思うんですよ、うん、その一方でそれがないと人はやっぱり生きていけないし増やせられないっていう問題がある、うん、そこの素朴な疑問っていうのはやっぱ持たないといけないと思う、うん、あともう一つがどうでしょう、最近福田和也のことについてちょっと調べてたんですが、あの方京都に戻りなされみたいなこと書いてたじゃないですか、うんうんうん、まあコレクションには書いてないですけど、そのことって結構重要だと思っていて、東京みたいな汚いところに皇室の方いてほしくないんですよ僕。ある種人間関係をこうこれからは狭めていこうか、もしくは積極的に選んで差し上げようかみたいな考え方って、これどうですかね。東京にあんまり染まらないでほしい。でもね、京都が綺麗とは限らないよ。私は京都にいたので、京都はまあはっきり言うと福間殿、はい、聞いております。よく京都でね、有名なのはね、白足袋族っていう手合いがいてですね、あの白足袋を履いてる人たちですね、はい、要するに坊主、神主、はい、それからお茶の偉いさん、それから呉服問屋、こういう人たちが大体結構仕切ってるわけですよね、財界もね。だ例えば面白いのはね、あれ祇園祭りの斎王とかいるじゃないですか、綺麗、はいはい、な格好をするお姫様みたいな、大体京都のその手の着物屋、呉服屋さんのお嬢さんとか、うん、まあそういった人たちが選ばれたりとか、うん、要するに京都の文化と言われているものを仕切ってるっていうのはその手の類の人たちがいっぱいいて、なるほど。でその手の類の人たちも非常に閉鎖的な空間で、さらによそ者を入れないクロージングな集団なので、うん、果たしてじゃあでまさにこうなんていうのかな、総教構想なんていうことをね言ってる、二つの教ね、はいはい、なんていうことをやっぱり京都の財界なんかが主導して行って、要するに皇族の一部はお買いいただいてとか、まあ、要するにそういうことを言ってる人もいますけ ど結局それって京都で囲い込みたいっていう、うんうんうん、京都人のいやらしい、まあいやらしいって言っちゃいましたけど、結局彼らからすると東京に皇室が行かれたこと自体が150年前から不満みたいですね、ルサンチマンで、でだからこうでもじゃあ戻ってきて解決するかって言うと、なんか全近代的な因習が残るだけだろうから、なんか多分違う形を考えなきゃいけない。なるほど。私は思いますね、見てるとね。だ京都はみんな美化しすぎだと思う。福田もしっかりと、うん、おいやだって福田和也さんは京都に住んでないもん。にしてもああいうコチンピラっていうか小室圭君的なものよりはいいんじゃないかみたいな話だと思うんですよ、うん、で結局でもそれはその究極的に言うとご自覚とあとうんだそこはだから周りのフォローが甘かったってことじゃないのかなと思いますね。だからそれで言うとね、うん、その女性宮家のにするとその悪い男がつくっていう話があるけど、うん、私は逆もしかりで、例えば悠仁親王様に接近する悪い女はいないって誰が証明できるのっていうことですよ。そうですね、うん、で文学的に言えばよ、うん、非常に文学的に、はい、非常にこう荒削りな言い方をすると、悪い男より悪い女の方が多いでしょう。まあそうです。まあ、そうです。で、したたかなのは悪い女の方でしょう。うん。だから、ある意味では、男に接近す、男の皇族に接近する悪い女の方が、うん、危険性は高いのかもしれないですよ。そうあるかもしれないですね。だから今まで、例えばその、うん、
今までのその民間から入ってきたお妃様は、うん、その今の上皇后様にしても、今の皇后様にしても、まあ、あるいは紀子妃殿下にしても、あるいは各皇族のその民間から入ってこられたあのお妃様にしても非常にやっぱりこう聡明な方が多かったので、であのみんなそういう女性ばっかりだと思ってるわけですよ、今のところそうじゃない人間の方が多いんだから、なるほど。だから私はだからその女性見分けだからリスクがっていうんじゃなくて、悠仁さまこれからこう青年に向かってやっぱりこう女性とのねあの接点っていうのはどんどん増えていく中で、怖いって言えばそっちの怖さをもっと考えた方がいいよって、こう悪い男に騙されるって話騙された眞子さまみたいな話ばっかりみんなしてるけど、悠仁さまが悪い女に騙されないようにっていう話を私はした方がぶっちゃけて言うと大事なような気はしますね。でそれで言うと結局なんていうの、皇族だ大衆化社会の中で、であるいは皇族の自由みたいな、皇族にすら自由っていうことはこう声高に言われるような中で、そういった性愛っていうなんか社会的な共同体と潜在的に緊張関係を有するものという、がどうあるべきかっていうのをもっとその個々の人、そのなんか小室さんが悪いとか どうだとかいうレベルとは違って考えておかないといけないんじゃないかという気はしますけどね、そこで皇室と政治との関わりなんですけども、まあ、福田論によればあの人はある種ファシスト的ですから、もう責任逃れをできなくしようとしてるわけですよ、政治家の、なんかこう、陛下たちがいることによって、なんかイノセントみたいな、まあそういうのやめようってんで、もうすっぱだかになって、こう、全部責任を一人に負わせちゃうみたいな話だと思うんですけど、まあそれに近いようなことは、なんか、解放に考えたりしますか、こう、もう皇室に頼ってるのやめようぜ、政治がですね、こう、ある種大統領選に近いものをこう引いて、はまあ、ハンコも、まあ、法務省の人間に押させるというような形と考えないですか、こう政治を強くするというのは。まあ、そういうのも分かるような気もするけど、日本社会はそこまで、そういう、もしこれが段階論で言うと、そこまで来てないんじゃないのかなっていう気はしますけどね。なるほど。で、やっぱりこう、ある種国家っていうのをなんか機能主義的に考えるとその方が合理的なんだけどね。やっぱりなんかこう、日本じゃまだ一つの村みたいに思ってるところがあるから。あります。それでは多分収まらないんじゃないのかなっていう感じはしますよね。だとすればちょっと時期尚早というか、まあ90年代ぐらいまでにはありえた議論かなって天皇の木のナショナリズムみたいな感じですね、だから逆に今だと厳しいかな、どうなんでしょうね、ネーション抜きの天皇っていうのはあり得るかっていうのを考えてもいいかもしれないね、逆に言うとね、待遇を五代五帝みたいなえぐいのが出てこないとちょっと厳しいかもしれないですけど、人のキャラクターによるかもしれないですね。でもある意味ではこう日本の天皇がすごく妄想的に言うとなんか八紘一宇が実現したりして、なんか日本国の天皇じゃなくて世界の天皇みたいにもう石原莞爾が願ったようになれば次元は変わってくるかもしれませんけど、今週の話であれですけど、ヨーロッパのどれに従おうかみたいなことを言ってたじゃないですか、ね、ああ言ってた言ってた、諮問委員会みたいなところが、ああいうの見てたらもうその日本の天皇制のオリジナリティみたいなものを自分から放棄しようとしてるんじゃないかっていう疑いはありますが、どうでしょうか、まあ善意なんでしょうけどね、だからこう、比較はいいとは思うけどね、だから比較はしてもいいと思うけど、比較してじゃあ比較できないものがなんとなく見えていってんのか、なんかこうもう
今の手持ちのカードでは結論出ないから他のところにいいのないのって言ってんのか、うん、まあ多分後者なんだろうけど、ね、そのセンスだとねいかんと思いますね、うん、どうなんでしょう、こう男系女系っていう島あるじゃないですか、うんうんうん、ああいうの見てどう思われますか。まあそれで言うと私はなんか女系の島にいると言われ思われてるようですけど、うん、男性男系優先、なんていうのかな、結局まあ今男系男子であるっていうことに皇位継承資格があるっていうのは事実で法的にも決まっていて、はい、なんとなくこうみんなそう思ってる部分はあるよね。ねだからやっぱりこう今でも社会通念的にこうリーダーはやっぱり男だったらあんまりもう普通で、なんか女性がリーダーだとやっぱまだ女性がリーダーだっていうことが特別に思われるぐらいで、ここはまだ男性がリーダーであるっていうのはなんかデフォなんでしょ、うん、でまあ女性がリーダーであってもいいけど、うん、うん、そこまでは多分世の中変わってきたと思うんだよね。だから今まではなんか女のリーダーなんかあっちゃいけないみたいなところからするとまあ変わってきてはいるんだろうけど、うん、だからそこら辺がはだから女性天皇っていうのは比較的まだなんかクリアしやすいんじゃないのかなって思うけど、問題は多分女系の問題 で、ね、ここの問題っていうのは結局仏教的な立場から言うと、特に法華経的な立場から言うと、はい、そう男も女も、うん、まあ差はないわけですよ。だから結局人間っていう存在自体がなんかこうだか男か女かって結局 X 染色体か Y 染色体かの違いであって で、はい、でまあさらになんかそこに性自認が関わってくるともっとこんがらがってくるんだけど、はい、うん、でなんか結局ついてんのが出てるのかへこんでるのかみたいな、その正規のレベルの問題で仏教はそう収まる、うん、ね、結局それは人間存在自体がこう仮の存在で、はいはい、たまたま今私は私っていう形を取ってるし、平坂君は平坂君っていう形を取ってるわけだけど、そんなものは実体じゃなくて、もうなんか仮の存在でしかないから、で結局まあ男も女もそれで言うと、うん、大した違いじゃないっていう、すごく大きく捉えればそういう風に見えるから、そこにこだわらなくてもいいって私は思うんだけど、でやっぱりそこにこうやっぱりこう性器の形の違いとかにすごく気になっちゃう人がいて、でさらにこうすごいまあ生々しい言い方をすると、その性的な行為の、中で、まあ、三浦瑠璃が ね要するに高貴な女性の中に汚らしい男のそういうものが入るのが、うん、神聖を汚すから、要するに女系っていうのは認めない論者っていうのはそういう意識があるんだっていうわけですよ、うん、ねえ、まあもっと生々しい言い方で言ってたと思うけど、うん、多分そういう生理的な感覚っていうのは克服するのは難しいかもしれないね。であるとすれば、こうその汚らしいものをこうなんていうか、要するに伝統は男で持ってきたっていう主張が男系にあると思うんですよ、うん、その連続性みたいなのを断つっていうことに苛立ちがあるっていう話なんですよね、男系とか、うん、だからそれで言うと、もっと言うとそれ以外一回女系っていう、なんていうの、だからズバリ言っちゃうと断根主義なんだと思うんでしょうね、うんうん、だから男系論じゃなくて断根主義なんだと思うのよ。でもそれを露骨に言えないから、うん、いろんなことをなんか理屈を立ててるけど、ぶっちゃけ言うと、だからまあ一番あれなのは
男は種、女は畑っていう論理。あ、いますね。うん、まあ、これが一番それに近いよね。うん。うん、だからこう、で、そうな、だから、果たして人間って、そのレベルで、とどまってていいんですかみたいな話になるんじゃない、うんうんうん、なるほど。うん。だから、まあ、すごく俗事を引く議論だし、で、説得性は、なんかこう、ふっとこう聞いた限りではそんな感じもするけどね。うん。だから、どうなんだろうね。でも言ってしまえばその断根主義なわけじゃない。植物的なね。そうなんですよ。うん。で、まあだからその人たちは多分それでいいと思ってんのよ、うんうんうん、でもそこでとどまってたら発展はないよねと思うし、まあ発展なんかいらないって彼らは思ってるんだろうけど、だからこうなんか人間論としてそこにあんまり深みがないというか、そうでしょうね、うんうん、だからこう、じゃあそんなこと言ったら、なんか、じゃあ下品な言い方をすると、男の一物を、その、うん、汚らし、そのなんか、その、わおかみたいな話になってくるわけじゃない。それはありますね。うん。だから、どうして、その、男性の方は問題になって女性の方は問題にならないのかみたいな話になってきて、これってね、だからね、やばいな、やばい話なんですよ。